平野ライビーツアー初日。ルイ・ビトンアクセサリーにファン熱狂。ターコイズ・ロデオ &LVU ・エスタンボロに込められた意味とは。ナンバー・アンダーライン・アイ・アンダーライン・ライビーツアーの初日は、ファンにとって特別な瞬間でした。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが身につけていた T シャツは、普段のパフォーマンス衣装とは異なり、3人の肖像と地図が描かれた特別なデザインで、 公式ウェブサイトでで購入可能でしたしかし、今回注目されたのは、その T シャツだけではありませんでした。平野翔さんが身につけていた、ルイ・ヴィトンのアクセサリーが、多くのファンの心をつかんだのです。平野さんは、ルイ・ヴィトンのブランド大使として知られており、彼が選んだアクセサリーには特別な意味が込められているようです。今回のライブでも、彼のアクセサリーはその存在感を強調し、 ステージ全体に輝きを与えていました特に目を引いたのは、ターコイズロデオブレスレット。これは、ファッション界の巨匠、ファレル、ウィリアムスによる2024年秋冬コレクションの一部としてデザインされたもので、アメリカ先住民の文化にインスピレーションを受けたデザインです。ターコイズブルーの石とスワロフスキーの白い真珠で構成されたこのブレスレットは、まさに異文化の融合を象徴しています。また、 LV のロゴをあしらった金具やモノグラムの装飾が施されたデザインは、単なるアクセサリー以上の存在感を放っていました。日本円にして約13万円。ファンの間では、このブレスレットを購入して平野さんとお揃いにしたいという声が多く上がっていますが、その価格に躊躇してしまうという人も少なくありません。それに加えて、彼のスタイル全体を引き立てていたのが、LV ウエスタンボロです。 このアクセサリーは、アメリカのボロ体のデザインを、ルイ・ヴィトンの美学で再解釈したもので、金色のメタルチェーンとアンティーク仕上げのメタルスライドが特徴です。このネックレスは、伝統的なボロ体の機能を持ちながら、現代のファッションに合った新しいスタイルとして再構築されています。その価格は約1620ドル、日本円で約24万円と、こちらも高価なアイテムですが、 彼の洗練されたスタイルに対する称賛の声がファンの間で広がっています。ファッションアイテムの一つ一つが、平野さんの個性や魅力をさらに引き立てる役割を果たしており、特に、ルイ、ヴィトンとのコラボレーションによって、彼のファッション感覚が一層際立っていることは間違いありません。彼はただのパフォーマーではなく、ファッションリーダーとしての地位も確立しつつあります。今回のツアーで彼が選んだアクセサリーや衣装は、 単なるステージ衣装にとどまらず、彼自身のクリエイティブな表現でもあり彼のファンにとっては一種のメッセージとして受け取られているのかもしれません特にファンの中には平野翔さんとお揃いにしたいといった声が多く聞かれこのようなアクセサリーを通じて彼とのつながりを感じたいという気持ちが強く表れています例えばターコイズロデオブレスレットが欲しいというファンの声や価格に悩むけど 在庫がまだあるなら手に入れたいという悩みも聞こえてきます。このようなコメントから彼の選ぶアイテムがどれほどファンに影響を与えているかがうかがえます。また今回のライブで注目を浴びたのは彼だけではありませんでした。ステージ全体がファッションと音楽の融合を体現しており特にファンの間ではマイクのデザインにも話題が集中していました。それぞれのメンバーに合わせた特注のマイクが用意されており そのデザインや色使いが彼らの個性を引き立てていました。特に、神宮寺勇太さんのマイクは、そのセクシーさと情熱的な歌声が見事にマッチし、ファンを魅了していました。彼のパフォーマンスは、7分の24という楽曲で特に輝いており、その圧倒的な歌唱力はまるで日本の伝説的な歌手、尾崎清彦を彷彿とさせるものでした。このような瞬間に立ち会えたファンは、 ライブの後もその興奮が冷めやらず、SNS 上で多くの感謝や喜びの声を寄せています。例えば、井戸に落ちるくらいの衝撃だった、という表現や、親戚アングルで見せてくれてありがとう、といった感動の声が SNS で多数見受けられます。ライブが終わった後も、その余韻に浸りながら、ファンたちはお互いにその感動をシェアし合い、次の公演やイベントに向けての期待がさらに高まっています。このようなライブやイベントは、 ファンにとって単なるエンターテインメントではなく、アーティストとの深いつながりを感じる貴重な機会です。特に、ファッションアイテムやアクセサリーが、アーティストとファンをつなぐ重要な要素となっていることは、現代のファンカルチャーにおいて非常に興味深い現象です。平野翔さんのように、ファッションを通じて自分を表現し、それがファンに影響を与えるというのは、単なるステージパフォーマンス以上の意味を持っています。ライブが終わった後も、 その日感じた喜びや感動が続くというのは、アーティストとしての彼の影響力を物語っています。ファンたちは、ライブの余韻に浸りながら、自分たちが体験した特別な瞬間をかみしめ、その記憶を胸に刻んでいます。そして、その記憶が、次のライブやイベントで再び蘇り、彼とのつながりがさらに深まるのです。このように、平野翔さんの n o i r i b e a t s r は、 単なる音楽イベントにとどまらず、ファンにとって特別な体験を提供する場となっています彼の選ぶファッションアイテムアクセサリーそしてステージでのパフォーマンスが一体となりファン一人一人にとってかけがえのない思い出を作り出しているのですさらに平野翔さんの n イ i l i v e ツアーの影響は音楽やファッションだけにとどまりませんでしたライブが終わってもその余韻はファンの間で続き 多くの人々が彼のパフォーマンスやスタイルに心を動かされていました。特に今回のライブでは、ファッションアイテムやアクセサリーが大きな話題となり、彼とのつながりを感じたいというファンの思いが一層強く表れていました。例えば、彼が着用していた、パールズチェーンベルトバックチャームも注目を集めました。このアクセサリーは、白いガラス真珠やターコイズ色のビーズ、古風な金色のコンポーネントが特徴で、 2024年の書で発表されたものです。このベルトは、パンツやバッグに飾りとして使われることが多く、彼のスタイルに完璧にマッチしていました。特に、このアクセサリーは、彼のスタイルの中に、西部のダンディズムというテーマを取り入れており、それが彼のクールで洗練されたイメージをさらに強調していました。このアクセサリーの価格は約810ドル、日本円で約12万円と、 一般的には高価なアイテムですが、そのデザインや希少性、そして平野翔さんとお揃いにできるという点がファンにとっては大きな魅力となっています。このように彼のファッション選択は単なるトレンドフォロワーではなく常に新しい視点を提供し、ファンにとっても刺激的な存在であり続けています。また今回のツアーででは平野さんだけでなく 他ののメンンンンバーーもそれぞれぞ個性をを生かしししたた。フフファァッションやパフォーマンスでファンを魅了しました特に岸優太さんと神宮寺優太さんのステージ衣装やマイクのデザインも注目を集めておりライブ全体がファッションと音楽の融合を象徴するものとなっていました。これによりファンは単に音楽を楽しむだけでなく視覚的なエンターテインメントも同時に体験できる特別な時間を過ごすことができました。 ナンバーアンダーライン・アイ・アンダーライン・ライビーツアーの初日は、多くのファンにとって忘れられない一日となり、その後も SNS やファンコミュニティでの会話は絶えませんでした。ライブ終了後、ファンたちは、井戸に落ちたというユーモラスな表現を使い、あまりの感動に言葉を失うほどの驚きや喜びを伝えていました。特に、親戚でライブを見たファンたちは、その特等席からの視点を SNS でシェアし、 多くのの共感や感や謝の言葉を寄せられていました彼らの投稿には、ライブの写真や映像も含まれており、その臨場感がファン同士のつながりをさらに深めました。また、ライブに参加できなかったファンにとっても、こうした投稿は大きな慰めとなり、次回の公演に向けた期待が膨らんでいます。参加できなかったファンの中には、落選組としてライブ映像や写真をシェアしてくれる他のファンに感謝する声も多く、 SNS 上では、いつか自分もライブに参加したいという夢が語られています。平野翔さんや他のメンバーが繰り広げるパフォーマンスやファッションは、単なるエンターテインメント以上の意味を持っています。彼らのライブは、ファンにとっての特別な体験であり、その瞬間を共有することで、ファン同士の絆も強まっています。このようなイベントは、ファンとアーティストの関係をさらに深め、 音楽やファッションを通じて新たなコミュニケーションの形を築き上げているのです。そして、ファンたちは彼らの次なる活動やイベントに大きな期待を寄せています。平野翔さんが次にどのようなファッションやパフォーマンスでファンを驚かせてくれるのか、彼の選ぶアクセサリーや衣装がどのようなメッセージを持っているのか、その一つ一つに対する興味は尽きることがありません。彼が持つ影響力は、音楽やステージの枠を超えて広がり続けており、 ファンにととっってててはそののすすべてが宝物のようなな瞬間となっていますこのようにナンバーアラインライビーツアーの初日はファンにとって単なるコンサート以上の意味を持ち彼とのつながりを感じる貴重な機会となりました彼のファッションやパフォーマンスそしてそれに込められたメッセージはファンの心に深く刻まれ次なる活動への期待を膨らませる要因となっています